はいはい、アマリンスイングの一番飛ばすところの解説ですねでこれは飛距離安定なんて言ってますけれどもあの安定どころかこれをやると飛びますでこれが飛ばす秘訣ですでここのところがまあ,あのいろんなね飛ばすレッスンとか見てますけれども、えー、とその中であのアマリン理論のこの部分を、まあ、みんな偶然にそろってるみたいなんですね で偶然に、あのー、うまくいってても調子悪くなると偶然にうまくいかなくなるからねそれで飛ばなくなっちゃうんだと思うんだけどはいいいですかこれがあまりに理論で,でこれをやるためにね、あのー、スイング改造するんだな、あのー、ってやるとやっぱりシャローじゃないとこれができにくいとかね。 そういうふういふな,なことに気がつくんで,す、ね、であの別に車両じゃなくてもこうやればいいんですけどあのそれを安定的にや,るやらないとねあの帯び打っちゃいますからねあのドライバーなんかはねだからまあここに「ツアープロ用なんて書いてますけど私あのさらにこう前に出す,出すとねこれあの飛びますよ って言,って言ってるんですねで意識的には本当に飛ばす時はここだけを前にね出す左肩甲骨を開くみたいなそういう動きになっていくんですけどあのー、無理に開かないでくださいね壊しますからね私、あのー、そこ壊してクラブ触れなくなったことありますからあのー、本当に飛ばしててね昔のパーシモン時代ですけどあのパーシモンのクラブを 300ヤード以上打とうなんて言ってやるとねそういうふうにあの体壊しましたよねだからあのだけどここが理論なんでこれをレッスンすればいいだけなんであのじゃあットバスレッスンっていう人たちちゃんと自分で振る人は素晴らしいよねだ自分でちゃんと打ってる人見るとわかるんですけどもここがうまくいってますうまくいってますけど危なっかしいですすごくその。 うん、これちょっとタイミングずらしたらだめなんじゃないかなっていうようなこの部分のですねあのものがねあの危なっかしいっていうレースンが非常に多いのであのまあもう皆さんこうゴルフっていうのはこう自分でかんあのスイング作りながらねここをあまり縫いりに止めるにはどうしたらいいんだろうな でやっていくとまあシャローそして余りんスライドそういったものは全てアマりングリップからやらないとダメだっていうことに気が付いてくると思いますはいよろしく以上です。